はいどうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属 ADC 担当ビビロイヤルことフミヤチュです。こんばんは。今日はですねパッチノート解説 3.0B をやっていきたいと思うんですけれども、なのか皆さんお気づきになりますか？僕の顔がでかいことってことでですね、あとそこじゃないと、ですねこの服を見てくださいということでですね、BC スウェルのですねユニフォームが届きましたので、そちらのお披露目配信もしていこうかなと思って撮っております。どうですか皆さん、やっと自分のこの胸筋を見せれる時がっていうのはあれですね、まあちょっとこのねいい感じに全体が見えるように、まあ、ちょっと立ち絵になっちゃうとちょっとビデオそのカメラ上映せないんで、ちょっとこれぐらいになっちゃうんですけど、ちょっとこんな感じでどうですかね、良くないですか？はい、じゃあちょっとポーズでもちょっとやっちゃいますよ。まず回ります、左へ回ります。もう右と左どっちか分かんないですけれども、あとねこういう感じでなんかスクショしたいね。これいいね、いいね、いいよいいよ、ビビロやるいいよ感じで、パチノートの方に移りたいと思います。はい、小さくなりましたビビロイヤルです。ってことでワイルドリフトパッチノート 3.0B の方を一緒に見ていきたいなと思います。なんですけれども、上の方の記事はまああれですね、パッチ 3.0 は3週間続きますよっていうことで、新要素スキンはですねいいっすね、かっこいいっすね、かっこいいっすよ、アクセサリーもいいっすよ、ナイス、イベントいいっすよってことで、チャンピオンのバランス調整からですね、フィズがナーフですね。ちょいちょい、ちょっとナーフですかね。まあダメージ10と50ナーフっていうことで、まあ多分ですけど、ルーンの電撃がナーフされるっていうので、それで相性のいいキャラクターのフィズがナーフされたのかなっていう感じで、まあ他だと、アーリとかが積むと思うんですけど、アーリも割と強くなるのかなっていう感じですね。まあ後ほど触れていきます。で、ジャックスナーフですね。まあ前回もナーフされましたけど、やっぱちょっとまだ足りなかったってことですかね。まあまだ全然強いレーン、ジャングル。だったんで、まあ、そこをナーフしてくれたっていうところですね。はい。ね、ルルちゃんですね。ルルちゃんのこれもナーフになってますね。あの、ポリモフのやつ、BW ですかね。の CD が1秒長くなったっていうのと、いいですかね。ピックスのシールドが、まあ、最初は上昇するけど、どんどん下がっていくっていう感じですかね。まあ、ルルちゃんはね、割と今だと、まあ、ルルベインとか、まあ、あと普通にルルジャックスとかのキャリー系ジャングルと合わせると非常に強いっていうのもあったんで、まあまあまあ悪さする頻度も減るのかなって感じですね。で次ユミちゃんですね。ユミちゃんこれめちゃめちゃバフですねこれ、まあ、基本ステータス、まあ、マナ自動回復、マナめっちゃきついキャラクターだったんでこれはまあナイスですっていうのと、あとこのパッシブの叩いて守ってのパッシブが2秒短くなってる、2秒ぐらい2秒、まあ最初2秒短くなってるんで、連戦とかこいつ通常殴ってくれ聞くると、まあシールドつくし、その、まあマナも持つっていうのでめっちゃ強かったんですけど、それがバフになったんでちょっとやばいっすね、これ。で、あと、気まぐれミサイルのマナコスト重すぎてあんま撃てなかった問題も今回バフで解消されてる。プラス、まあスケール面も良くなると。現在体力も落ちたダメージも上がるし、基本ダメージも上がるしっていうので、ちょっと悪さしそうですねっていうのと、あと、You and Me。でくっついてる時のアダプティブフォースが上がるよっていうので、まあ、魔力のやつ、アダプティブフォースって自分のアイテムが何を買ってるかっていうので計算されるんですけど、 AD をいっぱい買ってたら AD のアダプティブフォースがもらえるっていう感じなんですけど、まあ、魔力の方が優遇されてるっていうのもあるんで、割とだからそのダイアナとかファイター系の AP と合わせると結構やばそうな気もしますよね。でまあ、ファイナルチャプターウルトですね。ウルトのダメージアップですっていうので、なんかめっちゃユミちゃん強くなってるんで、これちょっとあれですね、選手からするとですね、今大会次準決勝自分たち SG と当たるんですけど、ちょっとそれまでにやめてほしかったなっていうやつですね。でヒューノと普通にソロ級でも結構勝率30何パーとかだったと思うんですけど、ユミって最初出た当初、まあ、上がってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ね、マルモティウスの胃袋、ゲームプレイの変更でマルモティウスが安くなりますよっていうところなんですけど、まああんまりマルモティウスまで積む人ってあんまりいないのかなって、ヘックス積み、なんか AP、相手の AP が強い時とかにヘックス積む人とかいると思うんですけど、それは変わんないからあんま変わんないのかなみたいな気もしてます。で、ルーンのバランス調整で、電撃、
がバフですね。電撃めっちゃバフ、電撃めっちゃではないですね。このクールタイムが結局、まあ、ちょっと遅かったっていうのがナーフじゃなくてバフされて短くなってるんで、これめっちゃいいっすね。やっぱ征服者一択みたいな、ほぼ、まあまあ、言い過ぎかもしれないですけど、征服者めっちゃ多いんで、まあ、他の選択肢は増やしてほしいんで、まあ、ありがとうって感じですね。で、波動のルーンの外旋が強くなりますっていうので、確かにこれこの体力が 35% 未満の敵に対する追加ダメージ 3% ってもうなんやねんと思ってたんですけど、5にされると5ってなるんですよっていうぐらい結構これ本当に強いんじゃないかなと思ってて、だってチャンピオンが 8% なんですよ、確か 8% ですよね。 8% の追加ダメージもらえるんで、それとまあ遜色ないレベルっていうか、ずっと使えるし HP 回復するしダメージも上がると結構やべえんじゃねえかなっていう、割と2個目のルーン、まあブルータルの方もナーフ入りましたし、まあいいんじゃないかなって、割と選択するのはいいと思います。でまあ相性いいキャラとかで言うと、やっぱイレリアとかになるですかね。限界ファイトって後半、まあ集団戦始まってすぐっていうよりは、あのちょっと後々強くなる、まあダリウスとかもそうですね。ギリギリのファイトが結構強いやつとかに回復もあるし追加ダメージももらえるっていうので、外旋は相性いいかなと思います。ワンチャンベインも積もうかなみたいな感じで思ってます。でハンター祭神のバフは、まあこれはあんま変わんないか、あんま積む人いないと思うんですけど、ハンター祭神、うん、まあ3上がったとてみたいなところはありますね。でもスキルヘイストって別にもう50ぐらいがなんかまあマックスじゃないですけど、その伸び幅的にこうなってるんで、まあなんか30、20ぐらいのやつだったらまあワンチャン積んでもいいのかなみたいな、あんまりっすけど感じです。でフェイズラッシュですね。フェイズラッシュもバフ入りましたと。でまあクールダウン短くなったのはまあそうっすね、いいんじゃないかなっていう、まあうん、今だとまあやっぱダリウスとかも流行ってて、でグラガスとか出すときとかに、まあ、フェイズラッシュでまあ対応できるのかなって気もするっすけど、うん、まあなんかやっぱ征服者とかのやっぱその溜まりやすさを考えると、あとアフターショックとかね考えたら、まだフェイズラッシュはあんまり使われないかなって。逆に相性いいキャラいたら教えていただきたいです。で甘党のナーフですね。これはちょっと全レーナーちょっとびっくりというか、下がるかと。やっぱこのお金が結局どんだけもらえるかっていうのが大事だったと思うんで、このお金が上がってくるのは結構って感じですね。まあやっぱマナフローとかも結構これで積極的に選択できるしっていうので、まあいい調整かなと。で不滅ボンアーマー、これボンアーマー10秒短くなったらマジでかくて、これ本当にでかくてっていうので、まあ多分結構積むと思います。相手やっぱ今 ADC って結構生きにくい環境だと思うんですけど、普通にボンアーマー積んで、やっぱ相手のファイターとかアサシンとかに対応できたらなって感じで思ってますっていうのと、あとまあ連戦とかもこれ35秒になったんで、まあボンアーマーあるタイミングは積極的にヘルストレードしに行くっていうのもできるんで、これはいい調整かなと思います。で心身調整のバフですね。まあ、この心身調整って結局このファーストオブジェクトが大事なワイルドリフトで5分まで上がんないっていうのが結構ゴミだったんですけどまあこれが3分になったんで、まあ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 選択肢としてはありかなって。ただまだどの自分 ADC なんで、どのキャラで積むかとか、うーん、まあなんかエズでワンチャンぐらいに考えてます。でハンター巨人のナーフですね。まあこれハンター巨人がまあ強すぎるっていうのもあったんで、まあ打倒他のルーの選択肢を増やしたいっていうこのライオットの考え方するとだいぶありかなって。で息継ぎもバフですね。これも半分になってるんで、時間が10秒から5秒に。これやっぱポーク相手めっちゃ強い、なんか相手ジグスとかバルスみたいなポークプラス明治とかめっちゃきつかったんですけど、それも結構対応できるかなっていう風に思ってて、ここもまあちょっとまだ使ってみないと何とも言えないんですけれども、この辺のルーンに関してはちょっとまた使ってみて、なんか自分の配信とかで質問してくださったら答えれるようにしておきますって感じですかね。なんか全体的に見るとこんな感じで終わって、あとこれ書かれてないんですけど、あのダイヤモンドとかあの LP の増減値めっちゃ変わってますんで、皆さんランク回しましょう。なんかマスターを意図的に増やしたいみたいなライオットの考えがあるらしくて、でダイヤが15でなんか15、12とかまでだいぶその緩和されてるんで、 LP がランク上げたい人とかどんどんやっていけたらなって、自分ももう一回チャレンジャー戻りたいんで、マスターで今マスターなんですけど、どんどん回していきたいなと思ってますって感じですね。多分もう終わりかな。はい、終わりなんで、じゃあこの辺でパッチノート解説を終わらせていただきます。またご意見あればコメントでお待ちしてます。ありがとうございました。